高から小勇気は、東京都渋谷区出身の元プロ野球選手。ライバープロダクション、ビーバー所属。渋谷区立原宿外園中学校では、城南ドリームボーイズに所属。その後、茨城県の筑波修営高等学校に進学。当時の監督は、愛英二郎であった。一年次からエースとなり、二年次の春には、県大会ベスト8に進出。しかし、 三年時の夏は、茨城県予選二回戦で、水戸工業高校に敗退、甲子園出場は果たせなかった。二年下に、山田大輝がいる。高校卒業後は、明治大学に進学。公式野球部では、下級生時代は、層の厚い投手陣の中で目立った存在ではなかった。四年時の春になって、初めてリーグ戦で登板を果たす。 開幕カードの東京大学2回戦に先発すると、5回を3安打2失点で後半しか地星はつかなかった。続く、慶応義塾大学3回戦で7回を無失点に、封じリーグ戦初勝利を収めた。春は先発の2番手として3勝を挙げ同行の優勝に貢献したが、秋は右肘痛の影響もあり未勝利に終わった。4年時は同期の岩田晋二がエースであった。 リーグ通算14試合に、登板、3勝3敗、防御率1.38を記録。大学卒業後は東芝に入社。野球部では1年目の2009年春から公式戦に、登板。第80回都市対抗野球大会では、準々決勝の本田戦で、9円登板を果たした。2年目の2010年は、登板数は増やしたが、 同年の第81回都市対抗野球大会や第37回社会人野球日本選手権大会での登板はなかった。3年目の2011年は食事など生活面も見直して野球に取り組み、第66回ジャバ東京スポニチ大会の NTT 西日本戦では6回を投げ切った場面で交番となったが最速時速 150km を記録する。 第82回都市対抗野球大会では2回戦の日本生命戦で9円投板し2回1、3を1失点だった。2011年10月27日、プロ野球ドラフト会議で読売ジャイアンツから6位指名を受けた。2012年6月2日の対オリックスバファローズ戦でプロ初投板。8月22日の対東京ヤクルトスワローズ戦で プロ初先発し、4回途中を2失点だった。オフには、プエルトリコインターリーグに、市岡隆二と共に派遣され、7試合に、先発登板し、1勝3敗、防御率3.56を記録した。2013年8月8日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で、同点の8回裏一死3塁の場面から、中継ぎ登板。 勝ち越しタイムリーを含む2安打を許すがに3回を無失点に抑えた。その後9回表に味方が逆転したためプロ初勝利を挙げた。2014年シーズン中盤から1軍に定着し主に中継で19試合に登板。8月17日の広島戦ではローテーションの谷間で約2年ぶりに先発し3回1失点で降板した。 8月31日の横浜 DNA 戦では、桑原正幸へのストレートが、頭部に直撃式研究で退場となった。2軍では6月18日の対西部戦で先発し、飛安打1、10奪三振無支球の、循環前試合を達成している。オフの10月21日に、日本プロ野球80周年記念試合の阪神、巨人連合チームに選出されたことが発表された。 2015年2軍では安定した成績を収めていたものの1軍の投手陣は少数精鋭で中継陣もシーズン後半戦以降ほぼ固定されたこともありプロ入り後初めて1軍出場なしに終わった2016年2軍では先発のエースとしてチームトップでリーグ2位の9勝を挙げ防御率と勝率ではリーグトップを記録したもの 1>, 1軍では2年ぶりに1軍登板したが2試合の先発登板では両試合とも5回持たずに降板し勝利はあげれなかった。2017年1軍では2試合の出場に終わり2軍でも登板数は少なく終わった。10月4日、球団から戦力外通告を受けた。12月2日付で自由契約選手として公示された。 引退後の2018年8月にアパグループに入社。その後は個人でアカデミーを開いた。2020年3月2日からは株式会社ビバーの運営する動画配信者マネジメントプロダクションビーバーの初代メンバーの一人としてライブコミュニケーションアプリピコカでの配信活動も行っている。2021年3月より 大阪観光大学公式野球部のコーチに就任。最速時速 150km のストレートと武器であるシュートに加え、スライダーカットボール、カーブ、フォークなども投げる。芸人の絵頭2時50分にかけて、絵柄し2時50分とも呼ばれた。郊柄子は、全国におよそ10人しかいない珍しい名字で、もともと郊柄という姓の分家として、子がついたとみられ、発祥は、 現在の岩手県にあたる陸中国市は軍港、ガラム村ラと言われる。2015年に現役選手を対象にした、珍しい名字のプロ野球選手30で1位に選ばれた。ありがとうございます。